いつまでたっても何十年先もずっと綺麗でいたいの夜空一面に輝く星のように Oh, beautiful. 6月11日月曜日時刻は8時半を回りました世界に発信 c ウェブ e インストラクターラビューティーチャンネル m c はインストラクターの志保がお送りいたしますこの番組では皆様のメッセージを受け付けております千住 atmarkcweb.jp までメールしてくださいアプリフレッシュでコメント欄がありますフレッシュで c w ェ v と検索してご覧ください さて、この番組は、いい女は強く、美しく、セクシーに、ビューティーパワーウーマンをキャッチフレーズにお送りしております。ラビューティーが送るラビューティーチャンネルビューティーパワーウーマン1時間のビューティー情報番組でございます。女性に生まれたからには、いつまでも美しく、かっこよく、セクシーでいたい。いい女でありたい。女性の美しさは外見だけではないと思います。内側から溢れる魅力や色気、 考え方や哲学生き方をお伝えしビューティーを情報していく発信情報番組となっております趣味や特技があったりプライベートも恋愛も楽しむ女性のアウターとインナーからビューティーに関するや秘訣や情報をお送りいたしますライフスタイル自分なりの哲学を発表し見るたびにいい女がアップする番組にしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはい毎回いろいろなゲストや企画 トークにビューティービューーティーのポイント活動の内容やお仕事を教えていただいたり発見やレポをしビューティーの情報を発信したいと思います放送を重ねるごとに綺麗になれる番組にしていきたいと思いますので皆様よろしくお願いいたしますちなみに番組の後にはアフタートークで乾杯を場所を移して行いますのでビューティーな女性やビューティーな女性が好きな男性もぜひお気軽にご参加くださいねもちろん生放送の観覧もできます はいでは早速本日まいりましょうラビューティーチャンネルビューティーパワーウーマン、はい、本日も身も心も美しいビューティーなゲストにお越しいただきました<ー>、えー、足立区キッズパフォーマンス集団、はい、星風代表楓さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれとそれとそれと <laughs> それ キャーメです。よろしくお願いします。はい、ア、え、ダ、ー、しくキッズパフォーマンス集団ということですけれども、はい、どうもどうもどうも。ももそうですよね。なかなかあのー。<laughs> 聞き慣れない言葉かとは思うんですけども、うん、まああのー、私自身が足立区在住なもので足立区の子どもたちを集めたパフォーマンスをする集団を今年の春から新しく立ち上げて活動をしております<ー>であのー、<ー>私自身足立区で子育てをしているママなんですけども今日は娘たちも一緒に推<ー> <laughs> し風の活動をね伝えるために参りましたので<ー>はーいよろしくお願いいたしまし,いいたしますしますす緊張てかよろしくお願いします <あっ S 2> <laughs> 緊張してる,緊張して,る緊張しています<あー> <laughs> 緊張してるように思えない <laughs> ね楽しみだったのでね,ね,ねじゃあこれから今日ね、ちょっといろいろ話聞いていきたいと思う大丈夫かな緊張してますか,いいか緊張してます <laughs> はい、じゃあちょっとね、お話を聞いていきたいと思いますはい。まずね、あのー、ちょっとプロフィールの方、私の方で読み上げさせていただきます、はい、次のお写真お願いします えー、足立区キッズパフォーマンス集団、星風代表、楓中学生時代より劇団を立ち上げ、演出、出演をこなす。以後、スタッフ、参加も含め、小劇場を中心とした多くの劇団、公演に携わる。同時にフリーでレビューショーの出演、プロデュースも経験し、小ビジネス界でも活動。 現役を退いた今娘2人とともに地元・足立区で何か面白いことを巻き起こしたく2018年春より星風を指導、はい、ということです。ちょっとここで読み上げましょうか「はい、星風歌演奏ダンス舞踊漫才コント演劇パントマイム朗読」 子供たちの有り余るエネルギーをパフォーマンスに。ということです。素晴らしい素晴らしい。初めて聞きました。まあ、そうですよね。なかなか、あの、例えば、子供ミュージカル集団ですとか、まあ、子供バレー教室とか。ピアノ教室とか、そういう一つのものに特化した子供の集まりとか、こう習い事っていうのは。すごいいっぱいあると思うんですよ。ただ、そういったいろんなね、こう、子供たちの持っている力っていうものを統合したもの。 ER、とか集団ってなかなか見られないのでもう私はなんかそういった特化したものをさらにこう上手にするとかいうことよりも子どもたちがこうくすぶるエネルギーを思い切り発散してそれを作品にしてみたらいいものができるんじゃないかと思ってはい、こういう企画を立ちち上げてはい、じゃあちょっとお写真を下ろしていただきましてじゃあちょっとね、早速、話聞いていきたいと思います、はい、ちかちゃん、今日のキーワはい。はいはい じゃあ、一つ目、子供。二つ目、地域。三つ目、解放。ということで、本日お聞きしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。元気だ。あ、ちなみに、じゃあ、娘さんたちも一緒に、あの、メンバーで、メンバー。初期メンバーですね。えへへへ。ちょっと、ちなみにね、ね、何歳、何歳 ?8 歳。8歳。 7歳。7歳？<laughs> あら。じゃあ一そう7えっと3年生と1年生なんですけどちょうどあのね星風のメンバーが5歳から12歳の子供を対象にして、うんうん、は一、い、応そこでくくってるんですよへーなのでちょうどねその対象の年齢なので二人も一緒に活動してます。あじゃあちょっとねお写真とかも用意してくださってるんで、はい、じゃあ早速ですね次のお写真お願いします。はい、あら なんでしょうこれはレッスン風景かなレッスン風景かなそうですねこれは稽古風景ですねこのもダンスですかこれはちょうどあのダンスのあの振りをつけてるところで最近の子たちっていうのは本当にあの今時の子ですねダンスの。 覚えが早いですねね<ー>、えー、授業にも、ね、組み込まれてそ,うそうなんですよ<ー>なので昔の子より多分すごく器用なんですよねその辺が<ー>ただあのー、ちょっと星風は普通のダンスレッスンと違うのは一 <laughs>、はい、曲の中にそれぞれの持ち味を入れるっていうみんなそれぞれ同じフリーを同じように全員が上手に踊っても、うん、星風のやりたいこととはまた違うので<ー>ねあのー。 あの踊るよりも叫んだ方が面白い子もいるし<ー><笑><笑>みんなが踊ってる中、えー、バク転し回って走り回った方が面白い子もいるしって、えー、なんかそれぞれ一人一人の良さを見極めつつ一、えー、曲の曲を仕上げるっていうことを今やっていてそれの振り

特典ねあのできる子が非常に最近多いですね、えー、なぜかみんな体が柔らかいのか使い方をすごくこう分かってる子が多いのかうんなのでそれぞれ得意な子がいっぱいいて空手が得意な子がいたりとかはいそう面白いですよ空手もちょっとか、ね、っこういいの男の子がはあって言ってね、えー、それも取り入れたりとかそうなんですよ <laughs> <laughs> やれちゃいそう。<laughs> <laughs> なのでそれぞれのカラーがね本当に一人一人,1人まだ私も五月から始めたので一、うん、人一人のカカラーをこう密着めている最中ではうんあるんですけど楽しんでますはい楽しいです、うん、楽しい, <laughs> い、まあらお子さんがね楽しいってそうですね一番ですねその星風の活動をする上でやっぱり。 子供主体でやりたいというのがあって大人からこう押し付けてやらせるとか、うん、子どもが受け身の習い事ではなくうん、うん、あくまでも自分がこうメンバーとしての意識を持って参加してもらう形にしたかったので習い事ではなく、うん、なので発表会ここ「星風」最終的に1年後来年の春ですね、はい、にちょっと公演を1本。 目指してやってますので年に1回の公演をちょっと目指して活動するっていうものになってるのでその公演も発表会っていうのにするのではなく、はい、あの作品にきちんと仕上げるように、うん、そこをすごくこう重点を置いてやってますね。<ー>はい、なのでこう人に見られるってどういうことなのかとか、うんうん、やっぱりなかなかそういうことって習い事では教わらないことなので,うで、ねうん、人前に立つっていうことをね 重点的に。うん、はい。うん、覚えいい人前に立つのに恥ずかしいって思ったことありますかない。<laughs> いね、お姉ちゃんはすごいねお姉ちゃんね。えー、お姉ちゃんはそ<う>。そう、ね。おちょめはどうですかわかんない。<laughs> <laughs> えーまあ、でもね、まあ、そこから楽しんで自分の個性を、ねうん、発揮できるっていう環境がね、うん、もうその状態からあるっていうのはね、すごくいいですよね、その時点でもね、やっぱりいろんな子がいるのですごく恥ずかしがって、人前無理っていう子もメンバーにやっぱりいるので、ね、でも、それでもねこう、それでも何かやりたいって言って入ってくれたりしてるので、そういう子をね、どう生かしていくかっていうのも、まあ、私の。 やることかなと思って。じゃあちょっと次のお写真もお願いします。はい。次のお写真は何のお写真かな？かな？ほら。はい。アイドルと写真撮る。何これは？アイドルと写真撮りに。アイドルと写真撮ったの？どこに行ったんですか？秋葉原。秋葉原。 秋葉原にアイドルと写真撮り、撮ら、はい、せてもらったんですね。あ、これはなんか勉強みたいな感じですかもう、まさにおっしゃる通り。<ー>そうそうなんです。星風初の課外活動、えー、課外授業みたいなことで、えー、あの、えー、和太鼓アイドルなんですよ、彼女たち。ご存知ですよ、えー、なんか。 すごいかっこいいんですよね、うんうん、かなり力強い和太鼓をやっていて、すごい可愛らしい女の子たちなんですけど、うんうん、演奏、すごく力強くてうん、うんで、彼女たちのライブがちょうど秋葉原でやっていて、なかなかね、やっぱりそういうところに行く機会ないので、星風の活動の一環として、社会科見学でみんなを連れて行ったんですよね。は<ー> <laughs> はい、はい。 ちょっとじゃあ、じゃあ、お写真ちょっと下げてもらって。もう一回。もう一回、もう一回。もう一回、もう一回。どうやってやるのどうやってやるのせーの。はい、はいおおまあ、上手そうですよね。そうだろうね。っちゃいそうですよ。こんかった。あー、そうなんです。そうなんです。 そうなんです。ちょうどあの、星風でもレッスンで使ってる曲が千本桜だったので、タイムリーでね、みんなすごく盛り上がって、もう、秋葉原のそんな濃いところに行くのも初めてですし、子供たちそっかそっか。ライブハウスも初めてですし、そっか。あの、オタクのお兄様方と触れ合うのも初めてですし、そうですね。そうですね。なんか、なかなか面白い経験でもね、こう、すごく優しいオタクさんでね、こう、なんか、優しいオタクだったんだ。光るボードがいっぱい貸してくれてね。優しい。 お優しくて、ね、みんなねすごくいい経験を <laughs> <ねー S 1> <laughs> しましたので、ね、ライブハウスはどうでしたか？楽しかった。うん。嬉しかった。嬉しかった音楽がね。音楽がうるさかったすごく、ね。音楽が大きいのね。<laughs> えー。<laughs> <laughs> でもなんかそういうあの、普段子供たちがね、触れ合えないような経験とかも星風を通してね、させてあげられればなと思っているので、今後もね、こういったあの、ま、アイドルだけに限らず、いろんなあの、芸術活動に参加してみたりとか、ま、舞台みんな行く機会ない舞台にこう連れてったりとか、そういう活動もね、 はい、うん、していこうとは思っております。そういうことだ、うん、そうです。あの企業の皆様どうぞよご招待お願いします。<laughs> ぜひぜひよろしくお願いします。<laughs> ご招待お願いします。お願いします。お願いします。<laughs> じゃ、ちょっと次の写真もね、見してもらいましょうかね。じゃ、次の写真お願いします。次の写真です。おお次の写ですにぎやかー。これはね、まさにキーワード子供そのまんまなんですけども、可愛くて。これ何あら、自分のお子さんじゃいみたいな感じですよね。うちのあの、メンバーの、あの、 そんなことはない年一年生の、子が膝の上に乗ってるんですけど。うんえー、あのメンバーの子たちが、本当にあの、うん、我が子のように可愛くてですね、うん。<laughs> すごい。そうなんです。 ねえ、かわい、いそう暴れん坊で、ね。でも、お膝にこうちょこんって、乗ってきたりとか、あの。なんでしょう、彼も彼女たちも、みんなメンバーの子たちも、楓さん、楓さんって呼んでくれるんですけど、本当に。なんでしょうね、こう身内のように甘えてくれたりとか。うん、なんかそういう本当にこう心を許してくれる。ので、すごく可愛くて。あ、そうね。<laughs> そう、そうなんですよ、なので、あの。はい 正面のせいで何をとしたか忘れちゃったよ <laughs> <laughs> あ。あじゃあちょっとお写真下げてもらいますい、ね。子供たちからしたら待ち遠しい授業なんでしょうね。なんかねみんな次楓 <laughs> さん次は何やるのとか。そう使おうね。みんなママのも使おうね。あそうすごい楽しみにしてくれてる。 みたいで、うん。私自身ね、自分が子供生まれるまでは、やっぱり子供と一緒に何かする活動なんて考えられなかったですし、むしろ子供とても苦手だったので、うそうなんですんでん何考えてるかわかんないじゃないですか、子供って急になくし。急に泣くし。急に泣くし。急に叫ぶし。泣かないもん。怖いなって。もうね、お姉ちゃんだけど。そう。だけど苦手だったんですけど、はい、ね、自分が子供を産んでみて、でも、 最初のうちはね小さいまだこの子たちが小さいうちは自分も母になりきれずでもなんかこうまだね自分のやりたいこともあるしっていうねうん、うん、まだ顔をしたかったんですけどここ最近やっとうん、うん、あなんかこう。 この子たちとともにできるんじゃないかって思ってやっと自分の納得いく形に仕上げられたのが星風なんですよねうん。なのですごく今私にとってもベストな状態ですね急に子供いっぱい増えたかねあ、そうなんです急になんかビッグマザーになったみたいなでもすごく幸せですね可愛いですいやでも束ねるのもねまとめるっていうかね大変でしょうしそうなんですよね本当にすごいですね学校の先生とかよくやってるなと思いますね本当に幼稚園 すごい。日々勉強です。はい、ありがとうございます。勉強です。ね。じゃちょっとね、次、あの、次のキーワード行こうかないいかな次のキーワードいきたいと思います。次、地域です。次の写真お願いします。お願いします。お願いします。の写真は何かなあらあらららら。なんかとってもいけてる、いけてる旦那さんですかね、こちらは。旦那さん。 旦那じゃないんですよね。もう、イケメンですよね。イケメン。え、これ誰でこれ誰私の、私のお父さんなんです。お父さんお父さん。私のお父さん。私のお父さん。なくお父さん。私のお父さん。あのお父さん。私のお父さん。私のお父さん。私のお父さん。でのお父さん。私にファザコンでして。はい。 はい、もうお父さんが世界一のイケメンだと今でも思ってるんですけど。でも確かにかっこいい。あ嬉しいです。嬉しいです。じゃあ、おじいちゃんになるわけじゃないおじいちゃんかっこいいと思うかっこいいと思う。 写真ではいつもタバコ吸って。あ、そう,そうそうそうですね。はそ,うそうですね。あの、うん、だからヘビースモーカーだったので。えー、<laughs> そうなんです。あの、お父さんが舞台監督の仕事をしていたんですね。はあ、ね。そうなんです。なので、あの、<laughs> なので私も自然と小さいうちからやっぱりこう舞台と触れ合う機会っていうのがすごく多くて、その影響でもうなんか、 何も考えることなく、すごく自然に、やっぱりそういう表現、はい、舞台の、世界に入っていった感じですね。では、あのー、お父さんが最後のほうにしていた仕事、ちょっと、お写真、お写真下げていただいて。<laughs> <laughs> せっかくなんで。<laughs> すいませんちょっと、もう、ね、喋りたくてしょうがない。そうなんです。あのー、うんうん、やっぱり、お父さん。 あのー、最後の方にやってた、シアター千住北千住さんに劇場ができたばっかりの時に、ねうんうん、あのー、 シアター千住さんでも何本かやらせてもらってたんですけど、えー、なんかお父さん自身もすごく地元でこういう舞台ができるようになると思わなかったって言ってて、えー、お父さんもあのずっと足立区私小さい頃から在住だったので、ね、あれってできたのいつぐらいなんですかい <laughs> でででししも新新そそうですそうですす割と新しくてなのであのあ まあ、そういうことが増えるといいねっていう話をすごくしてた記憶があって、うん、なので、うん、いつかねそう私もその自分の地域でっていうのがすごく強くあったんですよね。お父さんの影響は大きいですね。 大きいですよね。大きいです。本当にありがたい環境だったなぁと思う。はい。はい。ちょっとなんか、ちょっと喋りたいかなはい。喋りたい。じゃあ、ゆずきさんは、あの、梅島。今ね、いっぱい、星風の活動がメインが梅島にやってるんですよ。梅島の子たちもすごく多くてですね。梅島は好きですか 大好きです <laughs> 大好きですすごい。<laughs> いやー、梅島。この前私もちょっとあのね、あの、ボランティアかなんか行った時に、まぁちょっと梅島だったんですけど、みんな元気ね。そうですね。あだちくん子元気ですね。元気。<laughs> ね<え>元気本当にあの、<え>今時の子供ってこもってゲームとかやってるイメージ多いですけど、あだちくんの子外で遊びますね。 元気ですね元気です雨なのに水鉄砲で遊ぶもんねみんないやすごいちょっと次のお写真もね見してくださいお願いしますはいどうぞーこれかわいそうなやつだかわいそうなやつなにあらららあれこれはじゃあ誰だか知ってるのかなお姉ちゃん知ってるあ、ママママこちママそうそうこちママママ、左かな左がママなのか左ですね 知らない左がママ。やってる。うん。えそうな役なの。可哀そうな役なんですけど、はいどういうことでしょうか。これはあの私が初めて立ち上げた劇団、中学2年の時に立ち上げた劇団でして、でそれのえっと2回目の公演かの中3の時だったと思うんですけど、の公演の2人芝居をやったんですけど、中3で2人芝居ですか。やったんです。 ででであった作品で、はい、そうなんですあの野田秀樹さんのもともとはあの萩本さんの「阪神」っていうのを野田秀樹さんが「阪神」って舞台にされたのがすごく私好きで、はい、でその「阪神」をもとに「贋作阪神」っていう形で阪神のお話プラス自分のオリジナルで書いた作品なんですけどすすごいですねそうなんです、ねえー、あのそれの写真ですね。<ー>でこれもすごく地域 密着の活動だったんですが、うんうん、私が行ってた学校がボランティア活動をやっている学校でして b d デ j a p a n というあのいろんな海外でも進出している活動はしてるんですけどその中で、うん、あの若い子たちの力を発揮できる場所を与えてあげようみたいな、うん、あの企画がありましてでヤングフェスティバルってう年に1回の場所と時間を与えてくれて、うん、そこで好きなことをやっていいっていう。うん ところに参加してそこで劇団を立ち上げたんでですよ<ー>であのー、ちょうどね中学生とかこうすさんだり荒れたりとかする時期じゃないですか<ー>ね<ー>女の子とか。<laughs> でちょうどあのー、学校も行きたくないしっていう荒れてた時期ででも舞台とか好きだったんでん<ー>本当に舞台ばっかり見たり映画ばっかり見たりっていう勉強しないでって言ってたんですけどあのそういう場所与えてもらってそこでエネルギーを発散させることでまああのー。 変な道に進まずに、来れたかなってすごくこう。地域にも感謝している活動だったんですよ。うん、お写真、お写真下げてもらって大丈夫です。すみません。<laughs> う,んうん。うんなので、あの、うん、今度はね、私がすごく、それであの。うん、こういう経験をさせてもらったので、逆に私がそういう場所を与えたり、うん、そういう。活動を、うん、えっと、させてあげられるような。 うん、はい立場になりたいなと思って、ね、それも星風の始めた動機ですねはい恩返しじゃないですけどいつかママ, <laughs> ママみたいに劇団やりたい <laughs> <ー> <laughs>

ダンス係とか、自分たちで手品係とか。あ、勝手に。勝手にこう。やりたい。え、すごい。面白いですよね。年を掛かりとか。マイバディ。今ダンスでマイバディやってるそうです。マイバディって何?。あの。超特急っていう、あの人たちが踊ってる。曲。曲。なんか流行ってるみたいです、今。そうなんだ。じゃあ、今度、この番組で踊ってくれる。 いいの本当に楽しみです。子供番外編ビューティーパワーウマン行きましょう。素敵ですね。ねすごい収集つかなくなりそうですけどね。はい。じゃあちょっとね、次の写真も見たいなと思います。次の写真お願いします。はい。はい、次の写真です。わーおー。なんでしょう、これ。ママの劇団。 どこにどこにいるのえ、これママどこにいるのえ、わかんないここ、この白い人。白い人白い白い人何人かいる気がする。皆さんどうぞ、あの真ん中に見えます真ん中の白塗りの方が、楓さんだそうです。これママなのやらないですよね。 これは、会長さん、どういうお写真でしょうかはい、あの、これも、あの、その劇団の、同じ、さっき写した二人芝居の劇団の、これが多分最後の公演になったと思うんです高校2年生かなんかの時ですかね。劇団の公演の。あ、しかもなんと、あの、ちかちゃんがね、あの、率いる舞踊集団、アマのうずめの中の、あの、ヤクちゃん。ヤクちゃんのアサルトピストル、あの、ブルマの子です。ブルマの子。 ブルマのこの、アサルトピストルさんですよね。はい。の方がいらっしゃるそうで。あ、そう、三浦くん三浦くん、これ、三浦くんに許可取ってないけど、いいかな。わー三浦くんやばいあの、麦わら帽子被ってる男性がぐらいですね。はい。えー、すごい。ねすごいですよね。なんかそんなところで、ちょっと繋がりがあったということで。そうあー

じゃあ、これは、そうですね。はい、あの、当日の集合写真なんですかね。そうですね。あの、ちょっと、アングラっぽいものに私一時ハマってた時期があって、はい、そうなんでなので、こう、な白塗り状態になってるんですけど、はい、そうこの時から、あの、割とこう、家外、家、あの、学校外とか、で、あの、はい 仲間を集めることが多くなってきてさっきおっしゃった三浦君もその中の一人だったんですけど、うんあはい、なのであの結構大人の演劇のやってる方々と知り合いになったりとかしてであのその時知り合った、まあ、彼とも本当にまだにつながってるっていう。 すごい、あの、つながりを感じますね。で、三浦君は、あの、星風の講師でも、ゲスト講師として。講師はい。先生なのじゃあ。先生として、まだ来てもらってないんですけど、これから、来ていただく予定です。ああ、そうなんですね。すごいメンバーですね。なのでね。ちょっと、アンラ好きな気がしまあ、お写真あげてください。はい。お写真あげてください。お願いします。ありがとうございます。はい。はい。 ということですね。はいはい、まあ、すごいね。私の、はい、ちょっと歴史というか。う歴史が。はい。ですね。<laughs> じゃあもう10代の頃からどっぷりそう、ドライブリ使ってたっていう感じなですね。でも、そういう環境にいさせてもらえたっていうのはすごくありがたいなって、その、あの、父のことにしてもそうですし、うそういうことをやらせてくれた地域にいたっていうことも、すごく感謝することだなと思うので、本当にあの、そういった意味で私も、 その地域と、うん、あのーうん、子供たちに恩返しじゃないですけど、うん、そういう気持ちを込めて、うん、星風をやっていきたいなと、うん、うん思ってますね。はい。そういう子たちね、子供たちはな全く何も伝わってないので、そ <laughs> のたちはただただね。 ただただこう舞台に出たいとか、うん、みんなでやりたい、楽しそうっていうのだけで十分なのでね、うん、動機はね。うん、はい。はい。ただあのー、結構保護者のお母様方がそういったことに賛同してくださるお母様がすごく多くて、うん、それはすごくありがたいなぁと思います。うん、なかなかね、こう。 今あの子供たちを自分のこうね表に出すっていうことも躊躇されることもすごく多い時代だと思うので、そういった中ねそういうことを理解してくださって舞台出させたいっておっしゃってくれるね保護者の方がこれだけいるっていうのはすごく恵まれてますね。すごいですね。すごいですね。すごいですね。本当にね。もう完全に今日はねあの MC 持ってかれてます。未来どうなるんでしすよね。 本当ですねー。かわいい。<laughs> ねもうすごいよね。うもうなんか、ね、子供すごいですよね。<laughs> パワーがもう本当なんか、ね、全部持ってくんですよ。あり余るパワー。<laughs> 本当に。 全部持ってっちゃうので本当にあの1年後の公演が怖いですけどねまだ日にちは決まってないそうなんですよまだ劇場が半年前ぐらいからしか予約できないのでまだ決定はしてないんですけど春ごろ5月、6月ごろとかにまでにはできたらなと思って今、活動メインが梅島のエルソフィアさんで稽古やってるのでそこのホールを。 うん、大ホールをお借りして、ね、はいと思ってましてシャ君あ鮭くんというのはですねシャ君はい鮭くんという名前がいきなり出てきましたけど鮭くんあのー、マスコットキャラクターあそうですはいはい、はい、チラシには載ってるんですけど、はい、あの。Okay. うん こんな耳はやかしたうさぎで、ここに、ここからタケコプターみたいな、ヘリコプターつけた着ぐるみちゃんがいるんですけど、うちの公式応援キャラクターで、たまに梅島とかに出没します。 ごめんなさい、聞いちゃいけないこと聞いちゃったから <laughs> 動ける動けるしさけくん今、爆弾を練習してるんだけど耳が邪魔で耳を切ろうか,う切ろうかなってうとこの間の、梅島に現れたとき梅島の美容院にいきなり入ってて <laughs>、うん、耳切ってくださいって言ってる。<laughs> すごく美容師さんを困らせたというね。今度シャケくんぜひ呼んでほしい。そうですね。あの、すごい喋る。着ぐるみなんで。そう。そんなことあるんですね。すごい。たまにブラックシャケが出て、ちらっと出てきちゃうそうなんですね。え。今度ね。うんうん。ダンスしてた。あ、そうね。ダンス?。 でも、あららららら。いいじゃない何子供恋恋ダンスちょっと怖いですけどね。ちょっとついてちゃダメな感じがね。結構あの、ね、子供たち集めたりメンバー集めに協力してくれてるい。今度ぜひ、鮭君と一緒に出てね。出ます出てくれるか。見つ出ますはい、ありがとうございます。はい。それではですね、 一旦ここでね、今日休憩取りたいんですけど、はい、本日はなんと、楓さんの旦那様のバンドの歌をご紹介させていただきます。はい、え、じゃあ、かえさん、ちょっと題名よろしいですか、うん、あ,ありがとうございます。うん、あ、じゃあ、より、これえよ。え、よいどれ系おつまみバンド、ガラクターボ。よりだりみどりせ。せーの、横どりみどり。です。<laughs> 横どりみどりという曲です横どりみどり。はい。はい。お はい、はいはいはい<し>歌いくよ歌いいくよよはり、いはい、より,よりあ横取り緑をお聴きください、はい、どうぞ <laughs> 暖かい日差し you know on can Come am ありがとうございました。酔いどれ系おつまみバンド、ガラクターボ、横取り緑でした。はい、ありがとうございます。かっこよかったですね。ありがとうございます。す <laughs> 失礼いたしました、こんなところでね,ねパパの曲、<う>歌える。歌える。すごい。<laughs> 歌いません分かんないねかかっっこよたですねありがとうございますんかあのこの曲が唯一女サイドからの気持ちを歌った歌らしくてなのでビューティーパワーウーマンということでこの曲を選んだそうなのでちょっとね後でねじっくり SNS とかでも配信したいと思いますのでよろしくお願いしますせっかくなんで酔いドル系おつまみバンドさんのちょっとプロフ簡単に読み上げさせていただきますこちらガラクターボ と読みます、はいえー、当初、新宿ゴールデン街のとあるお店のイベントに出演するためだけに結成された中年おっさんバンドだったがメンバーが同年代や仕事仲間そして全員が絶賛フル回転で働くパパということで意気投合。 いつまでもかっこいい親父でいるというコンセプトのもと仕事の合間にバンド活動を続けている基本的に飲み屋で酒のおかずになりそうなネタを題材に歌詞が作られており曲の感想中に必ずちょっとしたセリフが入るという昭和歌謡的雰囲気を醸し出す謎のこだわりがあり軽快なギターのカッティングとパンチの効いたベース 躍動感あふれるドラムがこの訳のわからない歌物語をロックに演出するかっこいいとちょっよくわからないプロフィールよくわかりませんねちょっと子供にはわかりませんねでもいつまでもかっこいいおやじでいるってビューティーパウマンのコンセプトかぶるよねああ確かにそうですねいつまでも綺れでいたいいいやすてきでしたちょっとね あの後半にもね、ちょっと少し流れるんですけど、C. D. あの出されてるんですよね。はいはい、そうですね、一応ある、はい。アルバム一枚とシングル一枚かな。はい、よかったら、ちょっとね、後でね、また、あの改めて S. N. S. で発信したいと思いますので、皆さんどうぞお聞きください,、はい。はい、それでは最後のキーワードに行きたいと思います。はい、最後のキーワードは解放。次のお写真お願いします。はい、こちらを。はい。あららら,ら。 綺麗ですね。美しい。ありがとうございます。これ誰、これ誰?。ママ。ママ。ママ。これはそうですね。あの楓全盛期ですね。二十二十二とかですかね。二十二歳とか、はい。十年以上。十年。前。あの、これはね、あの、キャバレーという。 キャバレー、うんはい、演目をやっていた時の写真ですね、はい、かなりきらびやかな衣装なんですけどあのー、<ー>キャバレーというのはライザ・ミネリさんの映画のキャバレー、ミュージカル、うん、ママじゃないかと思った、ママこんなだったのよ初めて見るママねこういうママね、ねお家では見ないもんね。そう でもこれがまさにこう、ステージに立つってことなんですよ。ねそう、ステージに立ってるときっていうのはね、こう、普段と人が変わらなければなりませんのでね。はい、あの解放というのはちょっとなかなかああのはい、い、難しいワードかなとは思うんですけどま解き放つってすごくこう、大事なことだなとね、思ってまして。ははい。い。あの 私の父親もよく言ってたことなんですけどあのやっぱり解放自分を解き放たないといいものが、うん、いい表現ができない。 はいそれは本当にねはノドてらっしゃるからすごくうん分かっていただけるかなと思うんですがあの別に舞台立つことだけではなくね本当シボさんのやられてるお料理も表現だと思うんですよありがとうございますパパもパパも料理番組やってます番組はやってないよねちょっとさ勘違いですかねそううんあのそうあのよ 本ですね。パパはお料理の本を作ってます。はい、あの、えー、編集者なのでね。はい、よかったら買ってください。コンビニに売っってます。えー、すごい。<laughs> ね、はい、ちょっと話がそれましたがそうあの、子育てもね、やっぱり表現の一つだとは思いますしあのどっちにしろ何にするにしろ自分をよく知って自分の心を解き放っていないといいものっていうのは絶対に生まれてこない。 自分をね、固く閉ざしちゃまん、まんまだと。やっぱり、自分にとっても納得いくものができないと思うので、星風のキーワードの一つとして、解放ということを。最初から掲げて、あの、子供にも、親御さんにも、お伝えしてますね、うん。はい。お写真閉じてください。はい、お願いします。<laughs> お写真、閉じてください,、はい。ありがとうございます。 <laughs> <laughs> 開放でですねはいなので私にとっては踊ったり、うん、あの大音量の中で照明を浴びて踊ることが一番ば解放できたんですよね。<ー>いろんなことをやってきた中で一番自分にこうフィットするものがこの,あのショータイムだったので、うん、それぞれみんな、ね、自分の解放の仕方っていうのがすごくあると思うので、うん、そういったものをこの活動の中で、ねうん、子どもたちが見つけてくれればいいなと思ってます。うん はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の写真もお願いします。はい、次の写真です。なんでしょうね写真ですあ。これもレッスン風景かな。そうですね。すごい可愛いですね。万歳<お>してる子もいますね。うん これも解放してる感じですかね。うそうですね。ねこれ、あの、解放、自分を解放させるレッスンというか、<ー>あのアップですね。いわゆる、あの、テンションを上げましょうというアドレナリンを出そうよっていう稽古なんですけど、稽古の、稽古の最初に絶対こうやる、星風オリジナルの,そのアップ方法があって、声をやっぱり、 出すこと、体を動かすこと、ことそれを同時にやると割と無理やりテンションが上がるんですよね。うん、子供のスイッチってすごく早いので、うん、それでもあっという間にスイッチが入って。これが一番広いところです。そうですね。この広いところでやるとこ、あ、場所ですか。一,一番最初に、ね、やった星風をやったところです。うんうん、そうですね。うん、で、ここでこう大声出してやっぱりわあって動いたときどうだった？ あの、その時、うん、ちょっと恥ずかしかった間違えたからかた <laughs> 間違えた。あ <laughs> いうようのゆうきを間違えたそうだねあのー「あメンバーかいなあ、うん、ゆいうよう」みたいな発声練習ってあると思うんですけどそれをやってもちょっとつまらないのでうん、うん、みんなのお名前で発声をやっていてうちはあのかき私だったら楓なので「かきくけこうの楓」 一人が言ってそれをみんなでまた復唱するっていうのをスキップしながら永遠とやるんですよ、えー、すごく疲れるんですすごい疲れるんですけどメンバー全員分やるんですよえ一人一人言うこと違うんですか一人一人なのであの全員自分の名前でやっていくん、えー、じゃあ何て言ったの,何て言ったの やゆえよのゆうずき。なんてたの。<ー>まみめ,めまなみえい。ええー。<laughs> こういう発声練習をやってます。えー、えー。こういうあの、いろんな、これだけじゃなくて、あと、まあ、体を動かしながら。こう、お題を出して、それをこなしていくとか、うん、いろんなアップ方法をやってるんですけど。うん、そういうオリジナルの。ええ。基礎練習っていうのを。の、えー、ちょっと楽しそうだな。<laughs> 楽しい。あの。楽しい。 私も一緒にやるんですけどね。お写,お写真お願いします。<laughs> いますはい、ありがとうございます。<laughs> えー、楽,し楽しいですね。楽しそう。なんか大人も楽しいです。一緒にやったり見たりしてると。お母さんとかもご一緒にやらうあ、ね、結構あのー、見学してね、見てくださってるんですけど、うん、すごいなんか、楽しくみんな見てくれてますね。 何やり出すかわからないんだよね、子供たちがそうですよねそうですよねなかなか面白い楽しいのが一番だよね楽しいえ、何が一番楽しいあれ一番楽しい全部一番楽しいのは、なんかその場であのなんか走って例えば岩が落っこちてきたとか言ったら その時に本当に落ちてきたみたいによけたり、うん、自分でいろいろやらなかったんです、うん、地球が終わったとか、うん、友達がいたし <laughs> そうあのね子供たち主体がメインなのであの、うん、子供たちにお題も考えさせたりとか、うん、やり終わった後に絶対感想聞いたり、うん、見てた子たちにどうだったって聞いたりするようにしてるのであの前歩き方の宿題を出されて、うん で変な歩き方の人がいたらあのやるやつだったんだけど<あ>いっぱい、ね、いっぱい面白しい人がいて楽しかった結構子どもの観察力ってすごい鋭いですね。歩き方誰か 街中で見た人のでも家族のでもいいから誰かの歩き方を真似するっていうのを宿題に出したんですよ。で次の週にやってもらってみんなでどういう人だと思うって当てっことかしたんですけどなかなかね鋭いですよね。あこういう人いる恥ずかしい見られてるんだなみたいなことやったりとかねすごいごい面白かったですそれも。ありがとうございます。じゃ次のお写真願いししますでょうこれ あれこれ誰だろうあらあら誰あれっ知ってる知ってるもう覚えてないかな知りません <laughs> 知らないわかんないじゃあお母さんこれ誰ですかはい。これはあのー、すきくみこ先生というヨガの先生になります。はい。いいあのー、今度の、ちょうど星風の、あ、そうね、私の母からあの、知り合いになったんですけれども、あのー、 ヨガをやってる先生でして、はい、今度の「星風の活動」でもゲスト講師で来てくださるんですけども<ー>あのなんでこのキーワード解放の時にご紹介したかっていうと久美子さんのヨガっていうのもすごく解放っていうことをテーマにやっていらっしゃってやっぱり子供ベビーヨガマタ、ま、ニティヨガとかベビーヨガもやってらっしゃるんですけど。うんうん あのみんな自分をよく知って自分を解放させて自分を可愛がってあげようよっていうことをすごく大事にしていらっしゃるんですね、うん、そういうのへんが星風のコンセプトとすごくマッチするなと思ったので、うんうん、この解放でご紹介させていただきました。よねねリラックスししまますすもんでで次の星風で 来てもらいます、うん、<ー>ね来てくれるのね。初めてのゲスト講師の先生でお呼びしてます。はい。じゃあ、お子さんたちがヨガを体験するそうなんです。えー、初めてです、うん。初めてだね。初めてです。すなかなかね、ないです。 特にね、こういうパフォーマンスなのにヨガって結構思われるんですけどヨガかいな <laughs> 面白い、可愛い,い次,の次のお写真を次の,次の写真じゃない、お写真あげてください <laughs> お写真あげてください <laughs> はい、ありがとうございますはい、電子あがってきましたまえー、じゃあヨガ楽しみですね,ね初めてなので楽しみです <laughs> <laughs> そのゲスト講師さんいらっしゃる時は、うん、何分間ここ。 子たたちにこうやっていだ先生のその内容によってあれなんですけど、この久美子さんのヨガは90分でお願いをしていますね。はい。結構長いですね。90分のヨガお願いします。もう1時間経ってますね。そうですね。1時間もヨガやるんですか。ヨガはもう90分なので1時間半ですね。計算頑張ってください。おちょめがそろそろ疲れてきたようです。疲れてますね。 すごい、本当に <laughs> いつもの,その星風さんのレッスンは何分ぐらい、うん、お茶目えっと、大体九時半から十二時半、三時間です <laughs> わ、がっつりやるので、ねね、もうあの、子供たちでもテンション一度も下がらないんですよねうんうん、うん、あ、それはすごいですねすごいですね、あの、飽きちゃったりとかしないんですよねすごい、あの、で休憩 しっかりとるんですよ。やっぱり水分補給してとか、うん、15分休憩ねって言うんですけど、休憩しないんですよね。え、すごいす集中力。休憩しない。ずっとなんかダンスやってたりとか、走り回ってたりとか、ほんと元気なので、こっちがバテますね。ですよね。大人がバテます。終わったら疲れないの、ね、疲れない。 疲れ,疲れないみたいですね。終わった後、<ー>友達、その友達と遊びに行ってます。うん、すごいね。ー,いー,ー、すごいなぁ。盛りる子供。張り上るエネルギー。<laughs> そのエネルギー、舞台にしたら多分すごいですよ。うすね。すごいですよね。すいいいねすー。いいね。ですよ。 うん座っていただいていいですか踊りたくなっちゃいました大丈夫ですかね今度ねぜひね踊りに来てくださいちょっとねぜひぜひねはいわかりましたはいではねじゃあ次ねいよいよねあの毎回お決まりのビューティーパワーウーマンの名言コーナーに行きたいと思いますはいはいじゃ次のお願いします次の写真お願いしますお願いします はい、はい、じゃちかちゃん、本日の名言は。いつもエレガントに、<laughs> でもいつも完璧なわけではない。<laughs> はい、ありがとうございまーす。はい、これはどういう思いで。<laughs> はい、これはですね、あのー。 これも私も最近知った言葉なんですけど、はい、すごく自分にぴったりだなと思ったのでこれ選ばせていただいたんですが誰が言った言葉かというと、うん、アニエス・ベーフランスのデザイナーの方がいると思うんですけど。あの アニエス・ベーの彼女のお友達の男性が言った言葉らしいんですね、はい、すごく女性的な言葉なんですけど男性が自分のことを言った言葉らしくて、うんうん、でもなんかすごくこれって自分にぴったりだなと思って選んだんですけど。うんあのー 私全然完璧じゃないんですよ <laughs> みんなそうだと思うんですけどうん、うん、ただあの子育て真っ最中ってすごくあ,のあ,もあれもしなきゃもうなんかこうじゃなきゃいけないってどうしてもこう頭カチカチになっちゃって肩に力入るんですよねでも、あのー、完璧に完璧にあのおうちのことがこなせなくても完璧にね、あのー、育児本に書いてある通りにできなくてもそれよりもこう子供の前で、はい。 優雅に、エレガントにいるっていうのが一番じゃないかなって思ってというか、うん、自分に言い聞かせて、大丈夫、大丈夫と思ってやってきたので、星風の活動もね、あの本当に初めてのことばっかりですし、うんね、みんなに助けてもらいながら、うん、本当にあの全然完璧じゃないんですよ、私。教えられないこともいっぱいあるし、全然。 なので先生とも呼ばせてないですしほ、うん、しくない、はい、で楓さんって呼んでもらってますし、はい、でもただ、あのー、いつもこうみんながすてきだなって思う女性で。 はい。うん、痛いなっていうのだけを心に置いて、はい、これからも続けていきたいなと思ってるのでこの言葉を選びました。ありがとうございます。いつもエレガントにでもいつも完璧なわけではないという言葉いただきました。ありがとうございます。素敵なお言葉。なんかすごい楽になりますよねこれ聞くと。あ、やっぱいいのかって思います。まあ本当そうですよね。完璧でいられるなんてもう絶対無理だもんね。無理無理。だったらエレガント。 でいた方がいいじゃんみたいな。本当そうですよね。楽になりますね。すごく。じゃあちょっと早いんですけど、告知って最後ちょっとね、あのお話ね彼女たちにも聞きたいなと思いますので、じゃあちょっとね告知に入っちゃいたいなと思います。告知って何ですか？はい、告知はねこれからのお知らせです。じゃあ海さんからちょっと告知の方お願いします。あのまだ星風の公演のお知らせはできないんですが、今後のあの決まっている稽古の日程だけお知らせさせてください。 はい、あの5、はい、月次が6月17日の日曜日だいたい活動日曜日にやってます、はい、で日曜日の9時半から日日はい、はい、9時半から12時半エルソフィア梅島にあるエルソフィアでやっておりまして、はいえー、この日あの先ほどご紹介させていただいたあの久美子先生のヨガをやってます、はい、であのー、メンバー以外の方でもいいですしあとヨガは保護者の方も 参加 OK にしてありますので<ー>、あのー、大人の方でもお子様いらっしゃらない方でも男性女性おじいちゃんおばあちゃん全然関係なく誰でもヨガは参加していただきたいと思いますので、はい、もしご興味あったらご連絡いただければと思いますおじいちゃんおばあちゃん多いと思います。はい、<laughs> ですかね。<laughs> はいはい思います はい。ありがとうございます。ますで、ちょっとね、はい、こちらのスケジュールは後でいただいて、はい、SNS でよろしければアップさせていただきたい,と思いますあ,ありがとうございますので、よろ,よろしくお願いします。あとね、今回特典つけてくださいました。特典は、はい。はい。えっと、見学と無料が、あ、見学と体験が無料ですね。はい、あの、ヨガも本当は、あのー、 部外者の方参加の場合、ちょっと、料金いただくことにはなってるんですけど、今回、あの、特別に、ご覧いただいた、番組ご覧いただいた方は無料で参加できるようになっておりますので、はいはい。そうです。ですね、ありがとうございます。とす。素晴らしい。どれかご参加よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ま <laughs> <laughs> はいじゃあ次チカち,ちゃんのとあ,あ告知でお願いしますはい,はいあのー、困りましたマイなんですけれどもあのフェイスブックで細かいことはアップしておりますけれども6月22日にギリシャに立ちましてあちらで公演させていただきますはいで7月に入りましたらあのちょこちょこね多分大きなイベントがあのなんて言ったらいいんですかね まあ皆さん知ってるような大きなイベントにちょこちょこ出ることもあるかと思いますので、それはそ。またフェイスブックでアップしていきます。あの、宣伝していきます。8, 日 8, 日8月ですね。8月は合格客船、クルージングのお仕事。 いただきまして、1600キャパで、あの、メンバー5人で踊らせていただきますので、そちらも。あの5人です。そうですね、あの、乗ることは可能なので、もしよろしければ、合格作戦ですけれども。台湾行きの、台湾行き台湾行き、それ本当すごい。ちょっと行くわって言っていけないよね。すごい。ありますので、そちらもよかったら10日間の旅。はい。で、11月に多分、あの、また、 あの発表できるかなと思うものが一つありまして、12月に、はい、あの私がいつもお世話になっております、はい、師匠の講演が決まりましたので、そちらも細かいことはまたフェイスブックでアップさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願、はいします。お願いします。はい。じゃあ次のお写真お願いします。私の告知です。さらっといきます。はい。 えっとですね、6月まだ残ってます。実は来週18日、天のノウズビューティーパワーウーマンですね。あの、姉妹番組の方、15時半から。えっと、なんと、みんなギリシャ行っちゃうので、<laughs> 私が一人でやります。<laughs> <laughs> <laughs> あの、あの、あの動画使いながら一人でポツンとやりますので、はいはい、動画さ寂しいんで誰か来てください。<laughs> <laughs> お願いします。 はい、はい、そういうことで <laughs> そういうことであ、はいで。あとね、6月27日、ネガポジシフォ15時半、6月22日、ナチュラブクッキング15時半からなんですけど、7月からナチュラブとネガポジシフォが第4木曜日になりました。はい、あの、1日にまとめて連続で放送しちゃいますので、7月から皆さん第4木曜日ってことで覚えておいてください。よろしくお願いします。はい,はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとお写真上げていただきまして、 そうですね。まあ、ちょっと二三分ぐらい、ちょっと彼女たちのお話もお聞きしたいなと思います。大丈夫かな。疲れちゃったね。大丈夫です。疲れちゃう。疲れちゃう。ごめんね。ごめんね。もうちょっとで終わるからね。体力ないのでね。そうだよね。遅い時間にごめんね。本当にね。ありがとうね。はい。お姉ちゃんはもうどん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 元気になっていくね。怖いですね。レッツゴー。これね、今生放送なの。どうだった今日。 うーんどうだった？初めてやった。うんうん、そうだね。こんな、ね、経験できない。生放送疲れた？もう少しちゃったから <laughs>、ごめんね。そうだよね。<laughs> よね楽しかった？楽しかった。 楽かった。あそこにカメラがあるんだよ。わかる？知ってます？知ってます。ずっと見てます。大物ですね。素晴らしい。何でもできるよね。多分ね。お芝居の道にこうちょっとずるっといやちょっとやめなやめな。もう業界が違うけどお二方はねやっぱ昔からやられてるからね。もうやっぱりどうどうねもうね。でもね彼女芸人目指してるんですよ。 いや芸人じゃない。あれの M1 出たいって言ってたじゃん。<laughs> やめたの、やめたの。名探偵でしょ。名探偵、名探偵。激しいですね、夢がね。いや、すごいよね。なんかパワーもらいますよね。あのいつもこの番組ってビューティーパウモンを呼びしてるんで、毎回みんな素晴らしいんです。は毎回なんか私も感動するんですけど、子供のパワーってすごい。すなんか特別ですよね本当に。違うパワーいただきました。みんなよりは違うものを持って。 物を持ってなんだろう怖い <laughs> すごい。幽霊のすごく強くて霊感が <うん S 2> 霊感も強い<えー笑>でもなんか子供のほうが強いとか言いますよね <laughs> あの幽霊がすごく見えて詳しい <うん S 1> ええ。大好きなんです怖くないの怖くないの怖く,怖くないんだ 怖いよね怖いよねどう窓の姉妹でね対照的なんですよへ面白いですよね姉妹でこれだけ違うんで本当なんかもね星風も今メンバー15人6人なんですけどそれだけ集まったらやっぱりメンバーねいろんな子がいますよね本当もうすごいですすごいですね普通なんか妹のがうわ よく言われるんですよそうなんですお姉ちゃんがワい。お姉ちゃん自由なんですいやーもうちょっとねでもねちょっとお母さんがあーー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 またねお父さんの歌が流れてますありがとうございますそろそろお時間が近くなってまいりましたえー今回の放送はいかがでしたでしょうか次回は 第2月曜日7月9日ラビューティーチャンネルビューティーパウマンこの時間でお送りいたします本日の放送は星風代表楓さんとチャンメンジャンメンジお呼びしましたありがとうございましたありがとうございました